はい、こんにちは。オゾンテクノロジーの水口です、えー。今回はシールがうまくいかない場合の対処方法を紹介させてください。えー、この動画を見られている方は、おそらく脱臼はできても、えー、シールはできないという、あのー、不満を持たれているかと思います、えー。対処方法は主に2つあります。1つずつ、あのー、紹介させてください。1つ目。1つ目は、あのーまあ、ロックができていない場合があります。通常あの、真空パックを作るときに、こう、袋を入れていただいて、こう、 上蓋を閉めていただくんですけども仮にあのロックがされて上蓋がロックされていない場合は袋と電熱線の間に隙間ができてしまってあの熱を伝えきれない可能性が伝えきれていない可能性がございますそれがまず1つ目ですで次があ,あロックを今しましたで次があの、まあ、本命にはなるんですけども脱臼、まあ、しますよねした際に停止ボタンを押してないでしょうか 停止ボタンはあの押さないでください停止ボタンを押してしまうと全ての動作が停止してしまいますのでずっとも稼働したままそのままノズルボタンを押してくださいこれを中に入れますと自動的にシールが開始されます仮にここで停止ボタンを押,してしまあの押されているとあの圧着に自動的に移行はしませんで実際こういう形であの シールがされます、はい、何かわからないことがありましたらあの、問い合わせフォームでしたりとか、あの下の方にあにメールアドレスも記載しておりますので、そちらからあのご連絡いただければ幸いですよろししくお願いいたします。